してあげて、うん、こっちがやめると抜けるんですよ。あ、本当だ、抜けた。で、この軸を止めるんですよ、うん、こっち側が緩めるんです。ああ、あえて負けてあげるっていう。で、例えば僕はこう暴れてて、はい、こうパニックを起こしてるのは、はい、で、そうするとこう、こう入るんですか。はい、こう押して、はいはい、こう線骨でこう押して、で、これで大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。で、この時にここが繋がってるってイメージするんですよ、こっちが。はい、あの、傷つけるつもりないからこう繋がってて、こうグーッと押さえつけるんじゃなくて、こうやってで、こう動こうとすると、はぁ、あ、はぁ、あ、で、うん、こっちが抵抗する気なくなったら、こうやって大丈夫大丈夫と揺らしてあげて、うんうん、揺らしてあげる、はい、揺らしてあげると、あの、これ感覚統合って言って、この体を揺すっていくことで、うん、ちょっと緩めるんですね、相手の体を。はははは。これ、あの、ピタッと止めた時にじわーっと広がる感覚があって、それを体験してもらう、うん、ははは。で、どうしてもまだ暴れてたら、はい、こういう風になって、こう暴れてたら、まあ、こうなりますよね、はい、で、フラッてしてたらこうやって切られちゃうんで、はい、それをここを交点にして、ハサミがあると思って、で、腕を前に伸ばした方がこう狭まるんですよ、当たり前なんですけど。で、あの、心筋の伸張力も使えるから、うん、で、イメージとしてハサミがあってチョキンってやる、まあ、心筋を使う、はい、それでこうやって、あ、こういう風にするんです。はははで、これで、あの、抵抗してもらってこうなってたら、うん、こっちがやめると抜けるんですよ。あ、本当だ、抜けた、うん、で、これを繰り返すんですよ。あの、な、緊張と弛緩を繰り返すことで、はい、子供たちが緩んでいって、最終的に落ち着くっていう、自分がエアマッサージ機になってる感じです。結構体の特性として、はい、緊張した後に深いリラックスが来るんですよね。あ、そうです、そうです、まさにそうです。それをこの相手を落ち着かせる技術として、技術っていうか、やり方としても使えるっていう、はい、そうそうです。それを活かしてるんですね。はい、で、あの、緊張はできるけど、弛緩することが苦手な子もいるんですよ。はい、逆に弛緩してるっていうかね、もう力入らないけど緊張するのが苦手っていう、うんうん、その子は逆に緊張を入れるっていう。力入れるのが苦手な子でも暴れるっていうのはあるんですか？いや、ないです。それはないです。それはないですけど、うん、でも、まあ、もう全然動かないとか。ああ、なるほど、なるほど。そういう子にじゃあちょっと、そう、教えたりとか、あと、もうここ背を回ってる子はこう後ろからこう、こういう風になってる時に、はい、こうなってる子に対してはこういう風にして肩甲骨をこうやって寄せるっていうのを、まあ、ここが寄ると、うん、あの、ご存知の通り、この肺っていうのは動かないけど、はい、呼吸筋が動くんで、はい、ここは胸が開くから呼吸が入りやすくなって、うん、息が浅い子、こうなってる子が多いから、うん、それをこっちで、あの、体で整える。うんうん、深呼吸してって言ってできる子はいいけど、まあ、大体できない子も多い、まあ、できないですよね、はい、だからそれはもうこちら側が自分でこうやってキュッと。じゃあこう、じゃあさっきのこの五道構えで触れて、はい、同一化するところからもその同一していくというのはずっとつながってるってことなんですか？そうです、そうです、ずっとつながってる。で、自分が緊張リラックスするから相手も緊張リラックスする。そうです、そうです。だから、うんうん、こっちの問題なんですよ、相手の問題じゃなくて。で、相手がじゃあ深呼吸させたかったらまず自分がするっていう。あ、そういうことです。はい、でも1回は、衝突が必要なんですよ。うんうんうん。そのために腹部筋動を使うんです。一体化を使う、はい、じゃないと緩められないんですよ。1回衝突しておくってのが必要なんですね。必要、あの、うん、ちょっと腕相撲をこの形で、はい、はい、で、レディーゴー、はい、お互いしんどいですね、はい、で、この衝突がいるんですよ、うん、北川先生の方が強くて僕の方が弱かったら、うん、腕相撲こうなって何にも緩められないんですよ、うん、はい、だから、これでいくと今こうなってこういったんで、うん、この軸を止めるんですよ、うんうんうん、はい、どうぞ、はい、だから、うん、はい、まあ、さすがだから、なんかこう違うとこ動かそうとしてますけど、まあ、今単純に、単純に今一応実験としてここだけ動かしてください。はい、こうこうやったら止まるでしょ。止まりました。これで止まって拮抗状態の時にこっち側が緩めるんです。あ、だから腕相撲は北川先生の勝ちだけど力は抜けたっていう。そう、力抜けるし、まあ、こっちももうなんか全身の力抜かれちゃって、はい、なんかやる気が、そうそうそうなんです。だから戦いたくないんで、はい、あえて負けてあげるっていう、うん、うん、むしろで勝つような状態になると、その子供たちって
あ、よし、うまいこと抑えたぞってこっちが思ったとするじゃないですか、それ 100% 伝わってるんで、うん、絶対どっかで忘れたところでボカッと叩き返してくるから、あえてこのもう負けてあげた方がいい、それだったら相手に敗北感も感じさせないと、ね、そういうことです、そういうことです。だから押さえつけたりもしないんですよ、まあ、少林寺とか合気道でいう、うつ伏せに大砲術とかでこうやってやるのがあったりするんですけど、それはしない、うん、しないでほしいっていうか、それをすると関係性が後が悪くなるんで、はい、最近武道系 YouTube 見てしまったりすると、はい、その武道で習ったことが、まあ、例えば職場とか仕事でも役に立ちましたというのがあるんですけども、はいはいはい、うんうん、でその中の悩みとかにちょいちょいあるのが、つい言い返してしまうとか、ついやっつけてしまうみたいな、はい、あ、そういったシチュエーションとも重なりますよね。そうですね。 おそらくオフィスとかそういったところでも、例えば部下とか同僚とか、あるいは上司とかに何か正論で返したりして言いかかしちゃって、はい、なるほど。でそれであの敗北感を与えてしまってやり返されるとか、うん、いろいろ妨害されるとかっていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、相手に敗北感を与えずこっちが負けて、はい、だけど状況としては全体としていいようになってるってことですね。そういうことです。それとはどういうふうになるとかってこととはあるんですかね、ポイントっていうか。あの、まあ、僕の場合はですよ、うん、あの今やってた時に北川先生と思ってないですよ、うんうん、自分の息子だと思って、あ、うちの息子と遊んでる時を思い出しながらやってる、うんうんうん、でそうするとね、息子に対してなんかこうなんか押さえつけてやろうとか思わなくて済むじゃないですか、あ、そういう心境でやってますね。そういう心境で負けてあげていいんじゃないですか、我が子だったら。お父さんとかがわーってきたら、相撲やっても毎回勝ってもいいけど、たまには負けてあげてもいいんじゃないですか。だから負けれるっていうのは強さだと僕は思ってるんで、はいはい、で負けて状況が悪化したらマジだよね。まあ負けてそうですね状況が悪化するんであればね、うん、でもまあ そこで落ち着いてくれたらそれでいいんで、うん、親としてはもうその子がパニックを起こさなくなればそれが一番ですから、うん、結構そこのところっていうのは人間もセルフディフェンス的なところあったりするので、はい、プロをするっていうか、うん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 、すごい単純な考え方だと負けてしまうとボコボコにされておしまいみたいな、あ、うんうんうん、それだと状況は良くなってないじゃないですか。あ、それはまずいですね。そうですよね、うん、かといってその広木先生みたいにそこまで溺愛できるお子さんがいないっていう場合、どういう心境っていうか、うん、これはね、なんかものすごい無責任な発言になるかもしれないけど、はい、やっぱりね、切迫感がある人だけ身についたらいいと思ってます。あ、うん、あのお母さんとかで来られた方で対応してて、うん、1回のセミナーで来なくなる人もいるんですよ、うん、それでうまくいって家で、うんうん、それはね、切迫感の違いですよ、後で聞いてたら。もうやんなきゃって必死さがあるから、そうそうそう、毎日帰って我が子に殴られるわけですよ、一番大好きな我が子に、うん、なんていうんですかね、肉体的な痛みよりも心が折れそうになるんですね。まあ、心が折れてますよね、うん、それに耐えながらやってるんで、そういう人だってもう何とかしようと思ってるから、うん、その必死の力が、まあ、母親の力っていうか、うん、母性の力っていうか、それでパッとできる人がいるんですよ、まあ、すごいなと思って、うん、一瞬達人になってるっていうか、うん、で目指してるのは一瞬でいいんですよ、達人になるのは、うんうん、そこだけうまくいけば、はいはい、だそれを目指してるんで、うん、リピート率めちゃくちゃ低いですけど、あの儲からないことやってますよ。皆さんぜひセミナーにいやいやご参加ください。いや、1回で終わりになるように頑張ってください。頑張ってはいけないですね。力まず楽しんでいただけたら。まあまあそうなんですよね。本当にいい知恵ってのは1回で済むはずだし、例えば治療家だとしても、うん、治療家のジレンマってあると思ってて、本当に腕利きだったらリピート率ゼロなはずなんですよね。そうですね、うんうん、誰も来ないわっていうのが最高だと思う。最高です、うん、まあ、最高なんだけど医者としては、うん、多分貧乏するわけですよ、ね、そうそこまたね、違うところで儲けるように頑張ればまあそうですね、うん、資本主義社会なんでなんとかね、そこは生きていかないといけないから、支援解除法に関してはもう広まってなくなればいいと思ってます、うん、僕はパニックを起こす人はいなくなるっていう、はい、あるいはみんなが覚えて、世の中全員がヘルパーになったり、うんうんうん、なんか介護士がいなくなる世界を目指してるっていうか、はいはいはい、うん、それはあれですね、あの電車の中でなんで優先席があるんだと、あ、そうですね、うん、全部優先席じゃないかっていう、うんうん、そうそういう気持ちの人が増えたら、うん、生きやすくなると思うんですね、うん、そうですね。例えば誰もがその自分が何らかの形で心をちょっと壊したりしてパニックになって暴れるとかそういった可能性を秘めてるわけじゃないですか、はいはいはい、でそうなっちゃうとやばいっていう社会的に排除されるっていう気持ちがさらにそういったのの悪化に拍車をかけてるような感じがして、うんうん、でそれでもこうやってあの
穏やかにまとめてもらえる、はい、受け止めてもらえるっていうのが実感としてあると、うん、かえってそのパニックの落ちるいる原因っていうのも減ってくるんじゃないかなっていう。そうですね、うん、だからある程度大人が悪いんですよ。大人が受け入れる体制がないというか、うんうんうん、インクルージョンとかインクルージブ教育とか言うけど、子供ならばっかりやらせようとして、大人がインクルージョンしてませんからね、うんうん、対立して、うん、仲良くなってないし、うん、学校もねバラバラだったりしますから、はい、うん、僕の先生の見返りも言ってるんですけれども、やっぱ結婚して子供を持って先生はなんぼだっていう話をしていて、うんうんうん、なるほど、でそうじゃないと何を守るべきかっていうのは分かんないだろうって、うん、多分僕も子供いなかったら死んで終わりだったと思います、うん、あ、自分がだから自分のことだけ考えて終わりみたいな、うん、でもこう子供がいるとこの死後を考えるんですよね、うん、はい、自分が死んだ後の未来も考えますよね、やっぱり、うんうん、結局は自分のためなんですけどね、自分が死んだとも、うん、自分が安心して死にたいっていうのがあって、うん、子供らが笑顔で過ごせる未来が残ったらいいなみたいなのがあるから、うん、自分のためではあるんですよ、うん、自分がいなくても楽しく生きてるかもしれないから、うんうん、でもそれがあることでやっぱりこのイメージが、未来へのイメージが伸びますよね、うんうんうん、今そう逆算して、じゃあ今何するかっていうふうになりますよね、うんうん、まあ、本当そこのところは僕も、まあ、子供ができて、うん、大きく変わったところで、うん、何もなかったら、奥さんとこもいなかったら、うん、生きてもしょうがないからみたいな感じで適当な感じやってたが、まあなんか下手なことで死んでるとか、多分そういう人間だったんですけども、うんうん、でもまあ、たまたまそういう機会に恵まれて、うん、自分の後の世代にもちゃんといい世の中に残さないとなっていう感じで、はいはいはい、ちょっと頑張ろうと思って、うん、こんな場所借りたりとか素晴らしい、いろいろやってるんですよね、うん、素晴らしい、うん、そこら辺はその切実感というか切迫感、そうですね、切迫感があると、だ切迫感ない人は何年通っても多分そのままじゃないかな厳しいことを言ってるかもしれないけど、まあそこは教えられる問題ではないんですよね。そうなんですよ、だから本人も多分潜在意識的に求めてないので、うん、いいんですよ。だからまあ、うん、あの場として、まあシステムもそうか、はい、だと、まあ、勝手に思ってるんですけど、場としてコミュニケーションを取るコミュニティの場、うん、はい、だからこうシステマの技やって、うん、まあ、僕もあんな殴られながらよく笑ってるなと思いながら見たりしてましたけどでもそれをすることでみんな楽しいと思って来てるわけじゃないですか、はい、まあ、もちろんその中には切迫感ある人もいれば、うん、あのいろんな人いると思うんですけど、はい、ただその空間が楽しいから来てるっていう、うん、そのコミュニティの場として存在することってすごい意味があると思ってるんですよ、うんうん、それでいいと思ってるんですよ、うんうん、だから五島はそういう場です、うん、みんなで教え合ってやってもらってるんで、はあはあ、その技術とか体の使い方であるとか、はい、そういったのをコミュニケーションツールとして、そうです、あくまでも、はい、だから別にお花とか生け花とかね、うん、あのお茶でも良かったんですよ、うん、僕の感覚からしたら、あ、そのみんなが集う場があればいい、うん、ツールとして、うんうん、だから護道もそのツールです、うん、何でもいいと思ってます。それこそ空手でもいいし、アイキドでもいいし、はい、システマでもいいし、うん、それでこうやって遊んでたらなんか楽しいじゃないですか、うん、そうですね、で体使ってやると楽しいじゃないですか、うん、で、あ、この人こんな感じなんだっていうのは伝わってくるじゃないですか、はい、今こうやってて、あ、北川先生すごいイメージ力が強くて、で体の柔らかい人なんだなとか、うん、柔軟性もあるなって、はい、じゃあ体が柔らかいってことは頭も柔らかいなとか、そういうのが情報がバーって入ってくるじゃないですか、そうすると、あ、なんかそういう人なんだと思って安心するじゃないですか、でこれでやってると楽しくなってくるじゃないですか、うん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 、そうするとね、争い減ると思うんですよ。そうですね、なんかね、うん、あの人どういう人なんだろうって思っているよりか、実際会って話をしてみると、うんうん、あのいい人じゃんとか、うんうん、そういうのいっぱいありますからね、うん、あります、あります。で、そういった機会をたくさん作るコミュニケーションのツール、うん、そのためのツール、だから一つそういうツールがあると、興味持ってくれたら、うんうん、あの繋がれるじゃないですか。で、その中に切迫感を持った人が来たら、その人はその人で得るものがあって助かる、うん、そうですね。でうちの場合は切迫感を持っている方は、まあ、学校の先生だったり、うん、お医者さんだったり、うん、精神科医の方だったりとか、うん、いろんなお母さんだったりとか、それは、はい、あの患者さんとつながりたいとか、はい、生徒とつながりたいとか、はい、我が子とつながりたいって思ってる人が来るので、はい、テーマとしては合ってるんですよね。でさっきあの対立受けさせてもらった感じとしても、はい、それは相手を制圧するというよりかまず自分をコントロールするっていう、そうです、そうです、そういうのがまず大事だってことですね。そうですね。だからもうざっくり言ってしまうと催眠なんですよ。催眠。はい。自己催眠です。自分でかける。自分をで自分を。自分で自分に自己催眠をかける。うんうんうん。
うん、その自分が変わることで、相手が勝手に変わる、はい、だからノンバーバルの、催眠術みたいな感じ、非言語ってやつ、非言語で相手に催眠をかけて緩めてる、俺も緩んでるから一緒に緩もうよっていうのを非言語で伝えてる。なるほど、あの固める方もあるし緩める方もあるんですよ、うん、催眠って、うん、金縛りをかけるかそれを解くかっていう、うんうんうん、でシステムでもまあ本当そこのところは超大事にしていて、はい、要はあの相手を緊張させないっていう触れ方、うんうん、あるいは接近の仕方っていうのが、うんまあ、ある意味動きみたいなところで、はいはい、まずこれができないと何もできないっていう、うんうん、でそれにはどうするかっていうと自分をリラックスさせることだっていう、はいはいはい、はい、同じですねそこは。そうですね、全く一緒です、うん、リラックスっていうのが緊張しないってことなんです。ダラーンってんじゃなくてわーっと生きれたような緊張しないっていう、そうですそうです、うん、普通でいるみたいな、普通でいる、うん、そうするとバランスが取れるんでお互い、うん、施設で暴れてる子もあのこの人大変なんですよって、うん、もう無理ですよそんなんって言われても、うんまあ、例えば僕とかパッと行くと何も起こらなかったりするんですよ、うん、何が無理なのかなみたいな、うん、それはこっちの職員の問題であったりする場合がある。環境は人なんで、はあ、あとあの相手に敗北感を与えない方法ってのあるんですか。あの、逃げたらほっとく、逃げたらほっとく、はい、あの追いかけてまでは捕まえない、うん、それやりたいのは自分自身だけです。ああ、唯一感を認めさ、うん、俺を認めさせたいっていうエゴが出てる、うんうん、そう、まあ、格闘技だったらやらないといけないけど、うん、格闘技じゃないんでそこはこっちに向かってこなかったらどうぞっていう、どうしてもなんか逃走しようとして危ないとかだったらそうやったら戻ろうねっていうのをやらないといけないけど、うん、押さえつけて自分がこの技やってやったみたいなのはないようにする、はあはあはあ、その基準っていうのは、まあ、あの身体拘束の3要件っていうのが、まあ、一応決まってはいるんですけど、うん、一時性、非対外性、切迫性っていうのが決まってるんですけど、これはあの福祉の現場で決まってるんですけど、うんまあ、それだけじゃなくプラス僕の場合はなんか我が子にそれやりたいかとか、はあはあ、誰かにやってほしいかと、うん、いうふうに考えると、あ、我が子だって やってほしくないよなって、そこまで押さえつけてやられたくないよなって、うん、それを見たくもないよなと思ったらやらないで済むじゃないですか、うん、自分の子相手にマウントを取るってもないし、そうです、自分が他の人にマウントを取ってるところを自分の子に見られたら嫌だよなっていう、うんうん、そういうことですね、はい、でもそのエゴっていうかその相手を押さえつけて唯一感にしたいみたいなのがあるとついマウント取るようなことやっちゃって、それが相手に敗北感を与えて、はい、あ、ちょっとやり返される根っこになるっていう、そうです、そこも本当に自分のコントロールですね。そうですね、まあ横綱相撲じゃないけど、はい、ほら横綱が時々ほらあの子供ちびっこ相撲でちっちゃい子にボーンって投げられたりするじゃないですか、はい、ああいう感覚でありたいですよね。それでも横綱のプライドって傷つかないですよね。なんか3歳の子供に投げられたとかないじゃないですか。まあ、ないですね。あえてその勝ちを譲れるぐらいの強さは欲しいですよね。あのメンタルとして。で、その意味ではその自分のメンタルを強くしていく。そうですね。そうやって余裕を持った対応ができるようにしていく。はい。メンタルを鍛える方法とかある？いや、練成法ですね。練成法。練成法は結局自己暗示なんで、報道構えのこれも練成法の一種なんですけど、それをやるときに強いっていう状態っていうのをこの時点でアンカリングしてますから、はい、姿勢とか呼吸とかと一緒ですよ、うん、その状態が整ったら、うん、落ち着くっていうのが状態あるじゃないですか、うん、それと一緒です。それを吸い込んで、うん、それがすぐ引き金を引けるようにしておくってことです、うん、トリガーを決めといたらいいんですよ。こうすると自分が強くあれるっていう、はい、ということは、じゃあもしかするとシステマの場合はもうしょっちゅう呼吸するっていうことでそれがトリガーになってるのかもしれないですね、はい、そうだと思います。なんか全部それ呼吸でまとめてるだけです、うん、まあ人によって何でもいいんですけど、うんうん、そう勉強になりました。いえ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 、はい、ありがとうございます。とんでもないです。あとちょっと気になっていたのが、はい、ノウハウの話。ノウハウ、はい、これもね、まあなんかその怪しいあれなんですけど、はい、で足こっちにポンって、うん、何が起きてるノウハウが変わって